寺田由美子は、静岡 FM 放送の元アナウンサーで、オフィスキーワード所属のフリーアナウンサーである。静岡県浜松市生まれの奈良県育ちで、血液型は A 型。三学年上の赤い玉音は、幼馴染の間柄にある。また、同志社女子大学学芸学部英語英文学科の、学生時代には、幾多教室でアナウンス技術の研鑽を積んでいた。 生田教室での同窓生に上田悦子などがいる。大学卒業後の2000年にアナウンサーとして静岡 FM 放送に入社。入社後は朝の番組で8年間にわたってパーソナリティを務めた。2007年1月の結婚後に第一子を解任したことから出産と育児に専念するため同年12月31日付で K ミックスを退社。 2008年3月に第一子を出産した。K-Mix からの退社後に生活の拠点を地元の関西地方へ移すとともに2010年4月からオフィスキーワードへ所属。フリーアナウンサーとして上田が勤務する毎日放送制作の番組やアルファーステーションの番組を中心に活動している。MBS の番組では長谷川義文出演のロケ機構企画。 飛び出せ。絵本における優しい口調のナレーションで、長年にわたって視聴者に親しまれている。得意なスポーツは水泳と、ラクロスで、K-Mix のアナウンサー時代には、局内一のグルメパーソナリティと自称していた。ありがとうございます。